日本海は今日も美しい。おはようございます。海口健之介です。さあ、今回は萩市須佐にやってきました。こちら朝から大変なにぎわいです。毎年夏の時期にだけ行われる漁師によるイカの直売。水槽の中にはたくさんの剣先イカ、その名も須佐美琴イカです。ここ須佐地区では2000年平成12年から漁業振興策として須佐沖で取れる剣先イカを須佐美琴イカとしてブランド化。その美味しさを知ってもらおうと始まった直売市も今年で18年目になります。いつもこの直売所にはいらっしゃるんですか？シーズンになったらね、美味しいですよ。生きたイカですからね。どちらからいらっしゃったんですか？松阪から来ました。島根から。だいたい毎年この時期に来て、送りを頼んでます。さあ、美琴イカシーズン迎えましたけども、今年の美琴イカいかがですか？今年はね、前半からカツカツの量が今のところはあるんですけどね。今からが問題なんで。剣先イカはね、だいたい身は柔らかくて、甘みがあるんです。噛めば噛むほど。海の恵みに感謝し、海を守るために須佐一本釣り船団の皆さんは毎年船を出して清掃活動をしています。何年か前からずっと継続してやってますけどね。それがまあ船でなきにはいかれんようなとこがあるでしょう。やっぱり海岸でたらそういうとこを主に重点的にね、海岸に打ち上げた海の漂流物でもね、まあ7割8割は外国製です。須佐美琴イカの直売の日にオープンするのがこちらジョイフルセンター須佐。漁協の女性部が運営するお店で、メニューは注文を受けてからさばく須佐美琴イカの刺身をメインにした定食だけです。なんとこれだけついて1000円です。では、早速いただきます。はい、どうぞ、ゆっくりいただいてください。佐野美琴イカ、透き通ってますね。コリコリとした食感で、噛めば噛むほど甘さ広がりますね。新鮮な生きた、そのまんまですからね。そこの足を食べられたら下層ですか？下層ですね。じゃあちょっと下層。わかりますかね、これ動いてね。新鮮さわかります。よし。動くね、下に。そうですね、吸盤の部分がもうくっついて、ここもでもよりこうコリッとしたこの食感がね、また面白い。美味しい。あ、ちょっとくっついて。新鮮なのが本当よくわかりますね。いや、本当今この旬を迎えた美琴イカですけど、どういうふうにこうお客さんには味わってほしいですか？そうですね、やっぱり取りたての、刺身を新しいんだからすぐにでも食べていただきたいんですけど、味わって食べていただきたいです。海の幸の美味しさを多くの人へ伝えると同時に、美しい海を次の世代へ。須佐美琴イカの直売は9月24日まで続きます。海と日本。